自動再生の方法を説明します。フロントパネル右下にある再生禁止スイッチが消灯していることを確認してください。点灯していると自動再生を行うことができません。再生禁止スイッチが消灯している場合、一定量のすすが堆積され、条件が整えば自動で再生が始まります。再生状態ランプが点滅しました。 DPF 内に一定量のすすが堆積するとこのランプが点滅します。気にせず作業を続けてください。再生に必要な条件が整い次第、自動再生が始まります。もしエンジン回転上げ要求ランプが点滅したら、ランプが消灯するまでエンジン回転数を上げてください。ランプが消えたそのエンジン回転数、またはそれ以上のエンジン回転数で作業を続けてください。しばらくすると自動再生が開始されます。再生状態ランプが点滅から点灯に変わると再生が開始されます。しばらくこのままで作業を行ってください。再生状態ランプが消灯すれば再生が完了となります。引き続き作業を行ってください。以上で説明を終わります。